はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。外薬デッキ製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、皆さんはゼウスエクスクローラーという史上最強のモンスターをご存知でしょうか。このモンスター、簡単に言うとぶっ壊れモンスターと、言われておりまして、レアリティ N ですね。はい、レアリティはね完全に UR の性能します。はい、めちゃくちゃです。こいつ一応出し方が難しいんですけど、レベル9のモンスターなんで、裏側表示のこのリバースモンスターです。で、裏側表示のこのモンスターを対象とする魔法トラップモンスターを活動すると、こいつをリバースできますと。で、無効にして破壊できますと、対象する効果をね。で、リバースしたこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手のフィールドのモンスターが発動した効果が無効化されるっていう、これがめちゃくちゃ強いんだよね。スキルドレインみたいな感じですかね。ちょっとスキドレとはちょっと違くて、永続効果とかは無効にできないんだけど、相手が発動した効果は相手のフィールドのモンスターだけ無効になるという、生きるスキドレと言われてるんですよ。で、こいつをリバースしていきたい、出して。で、どうやってこいつを展開していくかと、今回使っているのがそのクローラーデッキですね。で、クローラーはどういう風にこいつを出すかっていうと、必殺技がありまして、この生物の更新っていう、このカードの効果、これね、相手のモンスターの効果を書き換えることができるんですよ。我が書き換えたのだっていうことができるんですよ。これ相手のモンスターの効果を、クローラーがいればね、自分のフィールド上に、クローラーがいれば、相手のフィールドのモンスターの効果を、相手のフィールドの表側表示モンスター一体を選んで、持ち主の手に戻すっていう効果に書き換えることができるんですよ。だから、相手がモンスター効果発動しました、更新チェーンすると、相手は、俺のフィールドのクローラーを戻さなければならない。で、クローラーって、効果、で戻されると、相手の効果で戻されると、フィールドが離れるとデッキからクローラーを出せるよっていう共通効果があるんですよ。で、デウスエクスクローラーもクローラーモンスターなので、デッキから出してこれるんですね。だこれをですね、使っていきたい、こういうギミックで。一応ね、効果で表側の表示のこいつらが効果で離れた場合に効果発動できるから、例えばその除去効果にチェーンして傀儡の効果で表側にするとかでも一応全然できるんですけども、そういう効果を使ってデウスエクスクローラーを出していくという感じですね、今回は。で、クローラーって結構ね、展開遅くて、で、セットカードがめっちゃ多用するんですよ。傀儡とか更新とか、あと今回入ってるエアーフォースとか、これバウンスカードね、エアーフォースとか、あとトラップトリックとかドラグンパニシメントとかっていう、こうセットカードめっちゃ多用するんで、そのカードを守れる天国の王兼アタッカー、これ3積みです、はい、アタッカー兼、セットカードを採用するデッキにはもう最強のアタッカーになれるって、しかも守れるとかいう史上最強のモンスターなんで、これ3積みです、はい。で、コンボパーツとしてね、結局更新とかその表側のクローラーと、あと傀儡っていうこの3枚セットを用意しなきゃいけないんで、先行でね、高校から展開するのマジで無理です、これこのデッキ先行取ってください、はい、頑張って、なので、壺がいっぱい入ってるっていう感じですね。で、あんまりその先行からめっちゃソリティアして展開することないので、合剣とか、あと金剣とかが入ってるっていう感じですね。エクストラデッキはほとんど使いません。使うとしてもね、ムラックモとかを絡めて出すトポロジックゼロボロスとかくらいかな、出せるの。一応ね、リーブが一番使うけど、その辺のね、この辺のね、モンスター扱わないから、別にこの金券とかのコストにしちゃって大丈夫。回し方はね、ぜひ対戦動画を見ながらご覧いただければと思うんで、早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、ドロソめっちゃ来てる。ドロソしか来てねえ。これ、順番どうこうかな、行こうかな。冒険が最初か、これ金剣は最後だな、これ多分な。これじゃあ一回先にこうするか。これで生物持ってきたいんだけど、なんかあるか。あー、アクソンはある。天国直命、なるほど。アクソンはあるからアクソン持ってくる。なんか他全部墓地行った。で、冒険ですね、これ先冒険して、で冒険で冒険めくるクソザコムーブして、あ、オッケーオッケーオッケー、よし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 よ。あとはこれで金剣を使って、あれですね、生物系のカードを、めくれればいいんだけど、一番めくってほしいのは傀儡ですかね。ちょっと一回アーゼウス君ちょっと一回飛んでもらうか。飛ばしてめくって、あ、いいね。いいね、ハッピーセット揃ったんじゃないか。
やべ、真空のバリアエアフォース見えてるのバレた。真空のバリアエアフォースめっちゃガンズミシンのバレた。だからまあこれはまあこうどうでもよくて、でなんか謎のモンスターを召喚する前に一回天国ローを見せつけて、でアクソン召喚して、で更新と傀儡でエンド。このアクソン魂の攻撃表示やばいよね。アクソン魂の攻撃表示やばすぎ。お前何してんだみたいな。シークレットパスフレーズ、あ出た、俺 YouTuber デッキや。 OK、 さあ YouTuber デッキもう触ったことないので全くわからないんですけれども、もうちょっと YouTuber デッキもちょっと今度作ってみよう。シークレットパスフレーズ、はい、でパスフレーズで手札に加えることができる、いいでしょう。まあね、モンスター効果をね発動したタイミングでね、更新をぶち当てることができればもうほぼ勝ちと言っていいでしょう。はい、ほぼ勝ち。これ羽暴起とか聞かないの強いよね。やっぱり天国ローでさ、ライトニングストームとかさ、ちなみにライトニングストームで前破壊するんだったらそれはそれでいいからさ、まあ、サンダーボルトとかね、そっち系も全然大丈夫だし。ライブツイン、はい、お前モンスター効果発動してな。おし、生物の更新の効果発動、お前のモンスターの効果は書き換えさせてもらう。私がテキストを書き換えたのだ。さあ、私のフィードのモンスターを手札に戻せ。なに、てめえよくも俺のモンスター戻したな。クローラーアクソンの効果発動。自作自演すぎる、あまりにも自作自演。さあ、やばすぎるモンスター、デウスエクスクローラーとクローラースパインを特殊召喚させてもらうぜ。まじ、順番はどっちでもいいけどね。はい、これであとは生物の傀儡の効果をいつ発動するかだけだ。いいか、このデウスエクスクローラーがリバースした状態にいる場合、お前のフィールドのモンスターすべて効果が無効になるぜ。発動した効果はな、生物の傀儡の効果発動。生物の傀儡の効果によりフィールドの裏側表示モンスター1体を選択し、表側を周囲表示にする。さあデウスエクスクローラー反転。うおー、天国の王もこれ出しちゃっていいな。これ天国の王の効果発動、天国の王の効果により自身を特殊召喚、そしてこいつが特殊召喚に公開されている状態で特殊召喚に成功した場合、カードをデッキからセットすることができる。これによってトラップトリックをデッキからセットさせてもらうぜ。よーお前のフィールドのモンスターの発動した効果は全て無効になる。デウスエクスクローラーのテキストをよく読み込むことだな。これがスキル生き取れ、生ける隙取れ、最強デウスエクスクローラー最強。さあ、なんだリンク召喚か、いいぞ。効果発動できないけどな。セイントレア誰やお前、新規セイントレア。あ、なるほど、このカードが相手モンスターの動画をダメージステップ終了時にこのカードのエクシーサー1つ除いて相手モンスターを手札に戻せ。まあそんな効果は無効だかな。あ、お前そのモンスターに投げると死ぬぞ。そいつは人食い虫だ、いわゆるバイーン。スパインの効果発動、スパインの効果によりフィールドのモンスター一体を選択し破壊する、バコーン。強すぎて草。ターン終了時、あ、じゃあ行かしてもらうか。これは一回あれですね、ムラクモノロジの効果を発動、ムラクモノロジの効果によりデッキトップ8枚を除外しこのモンスターを特殊召喚。あの伏せカードがちょっと怖いですね。まああれですかね、これアクソンセットして裏面越せればいいんじゃねえかな。アクソンセットで傀儡効果でちょっと面越したいんだけど、なんかある、面越したいわ。あ、神竜王の復活、あ、イビルツイン神竜みたいなやつか。これあれじゃん、あのミソさんが動画にしてたじゃん、これミソのデュエルのミソさんが動画にしてるやつでは。まあそいつは今特にそんなに強そうな効果ないですね。はい、出てきた、あ、やばい強いな。フィードのモンスターで最初だってそのモンスター破壊してる、やば強、やばい、俺のクローラー、もしかして俺デウスエクスローラー破壊される、もしかして俺様のデウスエクスローラー破壊されるやつですか。許しませんよ、おい貴様。あ、天国なんだ、天国なんだ、なるほど。デースエクスクローラーしょんないとあなた知りますけどね、普通に。デースエクスクローラーの効果よく読んだ方がいいですよ。
で、ですね、どないしようかな。まあ、リーブ21か。リーブ21してバウンスして、リーブ21してバウンスして、ゼロボロスして、が一番強いかな。リーブ21、ここと、ここで、リーブ21するんだろう。はい。リーブ21のね、召喚条件も、なんかモンスター2体とかいう、なんか、あまりにも緩い条件なんで、まあ、めちゃくちゃ簡単に出せますね。で、リーブ5かでセーブスカードをデッキからセットすることができるよっていうことで、効果無効っつってんだろ。黙ってろ、効果無効っつってんだろ。だって。で、はい、バリバリバリってなって、で、リーブの効果で、デッキから、これはまあ別に正直何でもいいんだけど、まあ、これにしておきます一応ね。はい。で、おー、墓地の村雲効果。まためっちゃ除外して、デッキどんどんなくなるけどね、これ。これやりすぎるとデッキどんどんなくなるんで気をつけてください。そして、生物の更新の効果発動。生物の更新の効果により、リーブのリンク先に、なんか、手札か墓地からクローラーを特殊召喚できる。そして俺はリーブ21と2体のモンスターを使いリンク召喚。除外されているカードの数が多ければ多いほどこいつはパワーをアップする。トポロチックゼロボロス打点 X 7600 バカ強いやっけ。7600やばいわ。バートルフェイズだゼロボロスさん最強すぎるさようならだ。楽しいデュエルだったぜ。あーまあ悪くはないが、悪くはないが、これは本当に生存による生存ゲー。あ、ちなみにこのデッキ高校からマクロ手段ほとんどないっす。マジ先行ゲーデッキなんで、高校からマクロ手段、高校勝率ゲロ低いです。まあ、とりあえずこれ更新を、加えておいて、で、村雲落ちたんだろうね。まず、スパインをこれ300しかないの、スパインくん。スパインくん300攻撃表示やばいんじゃないこれさすがに。さすがにやばいな。一回天国のをチラ見せする。で、これでセットカードは破壊されなくなるので、真空のバリア、エアフォースを死守できる。はい。おい。ドヤ顔エンド、これやばいよな。これ攻撃力300棒立ちしてエンドしてるのやばいよな普通に。いやーこれほんまにやばいんですよね。これね、ちなみにクローラーの一番の弱点、この展開の一番弱点は効果何も発動せずにぶん殴ってくるってのが一番やばくて。はいはい、ジェネクションウンディーレさんね。ウンディーレさん今効果増したな。お前効果増したな。生物の更新の効果発動。生物の更新の効果によりてめえのモンスターの効果は俺様が書き換えさせてもらう。お前は俺のモンスターを手札に戻すという効果を発動した。そしてクローラースパイの効果、よくもてめえ手札に戻したな。よくも俺はデッキよりクローラーモンスターを2体まで選んで特殊召喚することができる。これはまあ何でもいいや。これアクションでいいか。こことここを特殊召喚していく。そして、まあ、順番はどっちでもいい。さあ、デウスエクスクローラーを表側にする手段がないので、真空のバリア、エアフォースさんに頑張っていただくしかないですね。あと、ドラゴンパンチメントと。これはですね、ドラゴンパンチメントで相手のモンスター破壊しながら、真空のバリア、エアフォースでドヤ顔で相手の手札にモンスター戻すというね、効果によってデウスエクスクローラーさんを全力で死守すると。まあ、そういうムーブ。は。はい。リンクスパイル？オッケー。このデッキなんだ？クリストロンデッキとかそっち系か？わかんねえ。リンクスパイダー。はい。リンクスパイダーからの手札からの通常モンスター。ジェネクスコントローラー。なるほど。ジェネコンなるほど。これもハリファイア出てきたところでいいんじゃない？破壊すんの。パニッシュメントはさすがに、処理する人はないでしょ。相手。そんな簡単に。ハリファイバーからの。で、多分なんかハリファイバーと、なんかまあ、文房具か。なんかが多分出てくると思うんだけど。出てきたところでいいかな。さあ、オライオンか。まあここなんじゃない。パニッシュメント発動。ドラグマパニッシュメントの効果によって
ハリファイバー君を破壊したい。ヌトスをコストにして。で、ヌトス効果。チューナー消しといたらいいんじゃないかな。オライオン消しとこう。で、オライオンの効果でトークン生成まではいいよ。あ、イズディース。はい、オッケーです。把握しました。大丈夫です。それは。オッケーです。オッケーでーす。ウルトラアスリート、ハイパースタジアム、何何わからん。FA、あ、FA か。FA 出た。FA。FA サーチ、エンドフェイズ。なるほど。何もできない、気候じゃ村雲のローチの効果発動。気候じゃ村雲のローチの効果によって自身を特殊召喚。それにドラゴンパニッシュメントを使ったので、次のターンのエンドフェイズまで、モンスターをエクストラだけが特殊なきゃいけないよっていう効果があるので、まあ、ちょっとそれだけはね、回避しなきゃいけないっていうのがあるんですけどね。で、天国の効果発動。で、アクションは、これ破壊しても大丈夫なんですよな。これリバースして、アクション君の効果発動。アクション君は魔法トラップ破壊。スパイン君はモンスター界という感じですね。で、デウスエクスプローラーのドヤ顔で、リバースして、で、スパイン君も召喚して、で全員でぶん殴りに行きますか。これを発動する必要がないんだな。バトルフェイズで。で、300で0殴って、300、500はやばくないか、これ。300、500はやばいな。なんか麻雀の点数みたいになってんな。これちょっとですね、エクサ的が特徴できないので、まあ、あれですね、新風のバリア、エアフォースで頑張ってもらうしかないですね。これ、全力で。天国の王でね、新風のバリア、エアフォース、めっちゃ守られてるからね、結構刺さるんだよね。しかも相手のフィールド上のモンスターの効果は全部無効になるんで、発動した効果がね、エクスクローラーさんいるから。これだいぶきついと思うよ、相手。は、ハングオン、マッハ、出た。ハングオン、マッハ。これ、デュエルリンクスは最強と言われてましたけどね。まあ、新風のバリア、エアフォースさんの前には、無力。帰ってくのおもろ。こうだぞ。ハードをセットすんのは、まあ、氷でいいんじゃない？オッケー。さあ、絶望のお時間ですよ。あなたのライフは4250しかありませんね。残念ですね。では攻撃表示に変更させてもろて、殴れ勝ちだ。これバトルベース行け。デウスエクスオーラー天国王でダイレクトアタック。いや、やっぱねデウスエクスクローラーとかいうモンスター神だね。これどっから入るのがいいかな。これとりあえず合計か。合剣入って、で、なるほど。こうか。で、金剣発動。これでだから、あれか、傀儡を引いてくるみたいな。傀儡系。まあ、一回ちょっと、レクシーズモンスター、火吹っ飛んでもらって。まあ、いつも通りでいきますか。この辺でいいや。傀儡が欲しいな。傀儡が、傀儡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 。あ、いいね、いいね、いいね、いいんじゃない。オッケー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 。まあ理想ハンドと言っていいですね、これに関しては。で、傀儡持ってきて、でトラップトリックで一応新風のバリア、エアフォース持ってできるんで、まあ多分結構強いとは思うけど、ちょっと残念ながら天国の王がいないのがちょっと気になるところではあるね。で、クローラーフリア召喚セットセットセット。やっぱこういうデッキで、ね、天国の王がいけてない時がちょっとかなり怖いね。やっぱみんな結構ライトニングソーブとかハーブのハイブ切れてるから、なんかそれは怖いといったところで、エンプレスオブエンディミオン。やべえ、わかんねえデッキ来た。わかんねえんだよ俺このデッキ。ちょっとわかんねえんだよな、エンディミオン。なんか何やってるか全然わかんねえけど、なんかすげえ強いんだよこのデッキ。なんかいつもボコボコされてるわ。うん、ユーズ魔法なんか、あ、エンディミオンね。魔法創生都市エンディミオンを発動。はい。で、カウンターがめっちゃ乗っていく。ちょっとモンスター効果使え、早く。早くモンスター効果使え。魔力統括。なるほど。ちょ、モンスター効果使えって。はい。だ結構魔法カードっすもんね。エンディミオンってね。結構魔法カード。
やべえ、めっちゃ体乗ってる、やばい、普通にまずいかもしんない。ちょっとやばい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 、なんそのモンスターわからん、何するまん、ちょっと本当にやばいですね。ちょ早くモンスター効果使ってくんないと。創世魔導エンディミオ君の効果、自分の人の魔力カウンターを無視を除いて、フィーゾーンのこのカードを特殊化する。その後、自分のフィールドの魔力カウンターを置くことができるカードの数まで、フィールドのカードを選んで破壊する。やばい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 、やばいこと書いてんじゃん、やばいこと書いてるでしょ。ええ、これ何枚破壊されんの ?2 枚 ?3 枚え、これ、でもグリア破壊してくんねえかな。エンディミオン、はい。エンディミオンはいい。ちょっと待って、これモンスター効果じゃなくて魔法効果ってやつ、おいお前モンスター効果使え、何してんだお前、おせえよ、バテル召喚すんのおせえよ、なんで生物ケアしてんだよこいつ、ふざけんなマジで、モンスター効果使え、あー無理、こいつ効果長すぎ、読む気しねえもん、効果長すぎだろ、ちょっとモンスター効果使ってよ。